山口県周防大島両源田港の釣り場を紹介していきたいと思います。釣れる魚はメバル、カレイ、キス、チヌ、アジ、サバ、ヤズ、イワシ、さまざまな魚種を狙うことができます。駐車スペースが少ないので注意が必要です。ここの堤防に行くためには道幅がとても狭いので注意が必要です。その動画は前回アップしているのでそれをご参考にしてください。概要欄に書いています。外側で昭和時期でヤズが釣れることがたまにあります。基本的にはサビキ釣りやチヌ釣りになると思います。手前側の堤防で魚を釣る場合はサビキ釣りは困難と思います。ゴカイなどを投げて底物を狙ったりシーバスを狙うといいと思います。またここから魚をそのまま見ることもできるので魚が豊富だということがよくわかります。堤防からもう一個反対側の堤防までは歩くと少し距離があります。見えるでしょうか。魚が泳いでいます。数に大きさとしては30センチ程度といったところです。歩いていきたいと思います。この釣り場はとても周防大島の中で一番奥まった場所になるので釣り人がとても少ない印象です。いつ行っても1名もしくは2名その程度しかいらっしゃいません。大島の中で多くの場所で釣り人が多い場合はここまで来るといいかもしれません。その場合は普通自動車よりも軽自動車などで来ることをお勧めします。こちら側の堤防の下はその地となっています。キスなどを狙うにはもってこいの場所だと思います。堤防は L 型になっているので角っこや先端で釣りをするといいと思います。よく釣れているのは先端側とよく言います。ここまで来ると足場がいいので平坦です。基本的に荷物などは少なめの方がいいと思います。またここの堤防まではバスなどが来るので車の駐車位置には注意が必要です。バスが U ターンするための駐車スペースがあるためそこに駐車することはやめた方がいいですし、やめてください。今映っている右側の堤防でもサビキ釣りやチヌ釣りアジングなどをして楽しむことができます。どちらが一番いいということはなく時間や季節タイミングによってバラバラだと思います。堤防を登ってみると見えますかね。水深が少し深いような印象を受けます。ここから投げ釣りをするとさらに深くなっているのでやはり遠くに投げて釣るというのが基本的な作業になると思います。湾内ではあまり釣りをすることをお勧めしません。浅いですからどっかに向けて釣りをしましょう。ご視聴ありがとうございました。